この張り裂けそうな胸に、わあ、聞くなあ、天音先輩。君たち、悪いが拭くものを持っていないか？小鳥先輩と仲直りしてください。姉さんが窒息する前にね。いや、そう言われても。ドックの隅っこで俺は風戸姉妹に詰め寄られていた。妙な空気にしちゃって悪いと思ってるよ、けど。仲直りしろと言われても、喧嘩してるわけじゃないので、どうしたものか。私嫌です。小鳥先輩と葵先輩が仲良くないなんて。ボタンをかけ違えたままにしてるような気持ち悪さもあるわね。前みたいに仲良くしましょうよねえ先輩。朝ちゃんが俺の腕を掴んでおねだりするようにゆさゆさする。俺と小鳥は仲が良かった。良すぎてくらいだ。そのせいで俺はついずけずけと分け知り顔で小鳥の家の事情にまで踏み込んでしまった。そしてあいつを傷つけた。例えば小鳥の大国を思いとどまらせようとしてずけずけと言いたいほど言った時、あの時正直もう嫌われるつもりでいた。たとえ嫌われてもあいつの考えに少しでも別の可能性が芽生えるならと思っていた。出会ったばかりだからこそできたことだろう。でもこの間のは違う。俺は小鳥と仲がいいことを言い、仲がいいのをいいことに、あいつが踏み込んでほしくない領域にまで入っていってしまったんだ。葵君にはそんなことを言われたくない。あれは正直ショックだった。思い出すと今でもずーんと心が重くなる。おかげで小鳥とどう接するといいのか距離感がなんだかあやふうになってしまった。もちろんこのままでいいとは思ってない。小鳥の怒りゲージが落ち着いたらもう一度ちゃんと謝るよ。伝えなきゃいけない思いはもう一つある。絶対ですよ。ああ、約束する。問題は小鳥が謝罪を求めてるわけじゃないことがなんとなく分かっていることだ。じゃあどうすれば。ドアが開いてアゲハたちがドックに戻ってきた。その後ろから、やあ、天音先輩、久しぶりだな葵くん。いつものなんとも能天気なテンションで天音先輩が入ってきた。先輩がここへ来るのは久しぶりだった。お、だいぶできたな。先輩が完成形に近づいた機体を見て言う。あとは塗装と細々したところやれば完成です。それはいい。スケジュール的にも余裕がありそうだな。お、みんな集まってくれ。意味深なことを言いながら天音先輩がみんなを集める。小鳥が俺を意識して気まずげに視線をそらした。そんな空気に全く気づきもせず天音先輩が話を始める。顧問を引き受けたのにあんまり顔を出せなくて申し訳ない。大人だからな、忙しいんだ。いいえいいえ、顧問をやってもらってるだけで十分ですよ。アイヤがいつも大人自慢をスルーしつつフォローする。それでな、少しでも役に立てればと思ってこんなものを作ってきたんだ。先輩が抱えていた長い筒から大きな用紙を取り出そうとする。わあ、濡れてる。わあ、隙間から水が入ってしまったぞ。何なんですかそれ。何とも言えないグダグダ感にじらされてアゲハが質問した。これはな、小鳥へのプレゼントだ。私？不意をつかれて小鳥がキョトンとする。そこの事務所の PC でブックマークを見つけてな。それで書いてみたんだ。と言ってやっとこそ広げた。それは設計図のようだった。しかしグライダーのものではない。一瞬アゲハでさえも何の設計図か分からずにいた。何ですかこれ。コックピットみたいですけど。だからそこの PC にあっただろ、海外製のコックピットの。ああ、
突然俺が大声上げたのでみんながビクッとする。びっくりした。何よいきなり。これ新商社用のコックピットだ。俺の言葉に顔を上げた小鳥が再び設計図を覗き込む。先輩が見たのってあのドイツのグライダー製作会社のサイトですか？こないだ葵が見つけた。そうそう、輸入しようとするといろいろ面倒そうだろ。だったら自分たちで作ってしまえばいいんじゃないかと思ってな。最初からこうしてればよかったの？あの話がよく見えないんだけど。これは君のための。これがあれば飛べるんだよ。俺は天音先輩の言葉を遮り、思わず小鳥に向かってディスプレイを振るっていた。お前が自分の手で飛ばすことができるんだ、グラインダーを。どうだ、嬉しいだろ。小鳥がポカンとしてしまった。その表情を見て俺はここ数日小鳥とまともに口を聞いていなかったことを思い出した。そして思わず喜びすぎてしまっていたことに気づき、気恥ずかしくなった。けど次々に湧いてくる喜びの気持ちは抑えが効かない。小鳥、もっと喜びだよ。あんたが自分で操縦できるってことだよ。え、そうなの？小鳥はまだよく分かってない様子でぼんやりと設計図を見つめていた。ラダーをペダルじゃなく手で操作できるようになってる。コックピットを改造する必要は出てくるが、このくらい大したことないですよ。葵くんが探してくれてたの？あ、やばい、俺泣く、やばい、やばい、泣く泣く。あー、危ない危ない危ない、うん、あー、お前本当は自分で操縦したいんじゃないかって思って。でも天音先輩が設計図を書いてきてくれると思ってなかった。小鳥は設計図じゃなく俺のしばしの間呆然と見つめる。ありがとう、天音ちゃん。ごめん。小鳥がいきなり車椅子を反転させた。あ、小鳥先輩、ちょっとトイレ。そう言ってどっから出て行ってしまった。あんまり嬉しそうじゃなかったぞ。また余計なお世話だったかな。さあ、そんなことないんじゃない。やばいやばい、俺この後小鳥の反応見たら俺マジで泣くかもしれん。あ、やばいやばい、やめろやめろ。葵くんが私のために よかったあ、ダメだ、やばい、本当に俺やばい、もうダメだ、もうちょっと俺目頭来たわ。うわー、ダメだ、くすったれ。ああ、晴れた、くそダメだ、もう晴れたって、もうそこも喜んじゃったよ、もう。ああ、数日にわたって降り続いた雨がようやく上がったその日ついに改良型の機体が完成した。努力と苦労の結晶を前にみんな感無量の表情を浮かべる。やったわね、小鳥。うん、やった。俺から少し離れた場所で小鳥はほんのりと嬉しそうに目を輝かせていた。それを見たアゲハが俺にこっそり目配せしてニッと笑った。俺もうなずいて返す。小鳥とはまだ距離があるままだけど、前のような気まずい空気はない。お互いに仲直りするタイミングを待ってる感じだった。さあ、暇はないわよ。機体をばらしてトレーラーに積んで。はい。ああ、私も手伝うわ。ああ、ちょっと待って、ダイアナ、おわ、夜ちゃんダメだって。急にそんな粋なことしちゃ。組み上げた機体をまたばらしてトレーラーに積んでいく。今日はこれから滑走歴テストをするのだ、この新型機の。もうやばい、今本当にやめなくて、今不意打ちされたわ今。朝ちゃん気をつけて。よし、ぶつけちゃダメだよ。はい、じゃあ次回いきます、お楽しみに。
最後までご視聴いただきありがとうございました。マコマリ製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。